本当に最近毎日めちゃくちゃ暑いですよね。なんか猛暑っていう言葉では表せれないぐらいムシムシジメジメしてて、熱中症になっちゃったりとか夏バテしてたりとかっていう人も多いんじゃないかなって思います。先生に夏バテに効くね漢方薬3つ教えていただいたので、今日はそれをシェアしたいと思います。こんにちは、発達王子ことまゆです。発達さんをはじめとする社会に生きづらさを抱えている人たちに向けて、 ASD 当事者である僕の経験談やライフハック、普段考えていることなどを発信しています。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタン押していただけると僕のモチベーションのアップにつながるので、ぜひねしていただけたらなと思います。これを見てくれてるあなた、夏バテしてないですか？本当に最近毎日めちゃくちゃ暑いですよね。僕はね、結構今年は暑い辛いって思いながらもなんとか生活はできてますというか、やるべきことはちゃんとそれなりにこなしてるんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあそれはね、まあ、普段から健康ルーティーンとして前にもご紹介したね、レモン水だったりとかプロテインを取り入れたりとか、まあ、あとはピラティスですよね。僕がめちゃくちゃハマってるピラティスっていう感じで、結構健康的な生活をしてるからか、割と今年はなんとか体力的には暑くて疲れたなって思いながらも、なんとかね元気にやれてますね。まあ、あとは僕だいたい2週間に1回ぐらいですね、お世話になってるクリニックがあって、僕、まあ、今だいぶ良くなったんですけど、まあ、アルコール消毒、コロナ禍になってアルコール消毒あちこちでしてるじゃないですか。それに対してのアレルギーがめちゃくちゃひどくてですね、もうどうしようもない、なんかもう日常生活が送るのも辛いぐらいのアレルギーで、もう全身真っ赤で痒くて、かきすぎて痒かったりとかして、もうどうしようもないぐらいの状態だったんですけど、それをね改善するために通い始めたのがきっかけなんですけど、まあ今ではねそのアレルギーだけじゃなくていろいろ相談できるようなクリニックの先生がいたりとかして、そこはね漢方を中心に処方してくれてる病院で、内側から体質改善しながらその体を整えていくっていうことで、僕もねもう2年近くは経つのかな、もうだいぶアルコール消毒にはね、アレルギーはだいぶ減りましたね。だいぶ楽になりました。で、先日ね、その先生に、最近この夏、暑い夏、最近むちゃくちゃ暑くて夏バテしてる人とか多いと思うので、まあ、夏バテに効く漢方薬とかってどういうのがあるんですかっていうのを僕はね、ちょっと質問させていただいたんですね。まあそれで、夏バテに効くね、漢方薬3つ教えていただいたので、今日はそれをシェアしたいと思います。まず一つ目はですね、補中益気湯。まあ夏バテすると食欲がなくなったりとか、もう冷たいものしか喉通らないとかして、まあ、結構そうめんとかアイスとかばっかり食べてる人も多いんじゃないですか。この漢方薬は胃もたれとかを改善して食欲を増加させて夏バテの症状を改善させていくっていうのが主な効果になってます。ちなみにこれはですね、結構夏バテの中でも、夏バテっていろんな症状あると思うんですけど、疲労感とかだるさ、すごく全身がだるいなっていうのが強い人に特におすすめかなっていうことで、もちろん食欲もなんですけど、だるさとかも取ってくれるのでいいかなって思います。ちなみにですね、この補中益気湯はですね、免疫力アップっていう効能もあるんですね。まあなので、まあまたね最近、まあ、新型コロナウイルス増えてきてるじゃないですか、感染者数。まあなので、こういう免疫力を上げたいなっていう時とかにもいいんじゃないかなって思います。ということで、まず一つ目は補中益気湯でした。それだ、2つ目、人参養栄湯。これもですね、夏バテといえば結構食欲がなくなる症状が多いかなっていうので、まあ食欲の増加とかにも効きますし、やっぱり、ね、寝てると汗とかもいっぱいかくんでね、汗とかにも効いたりとか、あとは疲労にも効いたりもするんですけど、まあこれはね、実はまあもちろんそこの夏バテっていう部分もあるんですけど、それ以外にもね、乾燥だったりとかメンタルの不調にも効く薬となっています。それでは最後、3つ目、清暑益気湯。この薬はですね、もう本当の字のごとくですよね。暑いって字が入ってるので、本当に夏バテに効きそうだなって、もう字を見ただけで思うかなとも思うんですけど、この薬は先ほどの2つ、補中益気湯だったりとか、人参養栄湯みたいに、暑さによる胃腸の症状とかを回復させて、食欲をね、増加させたりとか、あとは全身のだるさとかをも改善したりっていうのは、同じような効果はあるんですけど、この漢方薬の特徴としては、熱を冷ます効果っていうのがあるんですね。なので、結構この漢方薬は先生曰くこの時期は
やっぱりね、患者さんも夏バテの症状を訴えて受診される方も多いっていうことで、結構ね、夏にはね、この漢方薬、熱を冷ます効果があるっていうことで、処方することが多いみたいです。以上3つですね、夏バテに効く漢方薬、補中益湯、人参養栄湯、清暑益湯ですね。この3つが特にね、夏バテにおすすめ。まあ、さらにこの中でも特に清暑益湯は熱を冷ます効果があって、夏バテの症状がある方にはよく処方されるそうです。で、あとね、もう一つね、番外編じゃないですけど教えていただいたことがあって、今日はそれは最後にシェアしたいと思うんですけど、それはですね、やっぱりこの時期夏バテ以外にも熱中症とかっていうね、もうなりやすいじゃないですか。暑いところで我慢して外にいてとか、水分補給をちょっとうっかり怠っちゃったりして熱中症になっちゃう人も多いと思うんですね。まあ、そういう方には五苓散っていうね、漢方薬がいいそうです。漢方薬もいろんなタイプがあるので、じわじわ効いてきたりとか、徐々に飲み続けることによって効いてきたりする薬もあれば、割と早くね、効き目を感じれる薬もあるんですけど、この五苓散はですね、飲んで割と早く効くみたいなので、ちょっと熱中症っぽいなっていう症状が出始めたら服薬するっていうのがいいみたいです。っていう感じで、まあ、以上ね、今日はちょっとね、専門的な話にはなったんですよ。この漢方薬についてお話しさせていただきました。やっぱりね、夏、この夏ね、めちゃくちゃ暑いから、寒暖差に弱い発達さんとかって、とか自律神経が乱れやすい発達さんとかは、特に夏バテになりやすい人は多いかなと思って、まあそういった意味でもね、ぜひこれを見てくれてるあなたに、この情報を届けたいと思って、お話しさせていただきました。暑いですけど、体調に気をつけてですね、元気にね、毎日をね、過ごしていけたらいいかなって思います。無料コンサルもね、引き続き行っております。発達さん専用とは書いてあるんですけど、発達さん以外の方でも大丈夫です。グレーゾーンの方だったりとか、発達さんかもっていう、自分の中でもしかしたらって思ってたりとか、あとは身近に発達さんがいるとか、もっと言えば別に発達さんじゃなくても、全然関係なくてもいいです。何かお困りごととかあれば、ぜひお気軽にね、無料でコンサルさせていただきますので、概要欄にある公式 LINE からご連絡いただければなって思います。コンサルっていうとちょっと堅苦しいかもしれないですけど、全然そんなことなくて、僕とお気軽におしゃべりをするっていうつもりでご連絡いただけたらいいなって思います。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお待ちしています。それからね、コメントもぜひ書いてください。必ずお返事させていただくので、コメント欄に感想だったりとか、まあ、動画に関することでもいいです。そうじゃなくてもいいので、コメントぜひね、あなたの声をね、僕に聞かせてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは、発達王女ことまゆでした。バイバイ。